アランは中国四川省関税チベット族自治集団、友江県出身の女性歌手。小学館、アニコンの元専属モデル。チベット族。本名アランダワジオマ。2007年11月21日、日本デビュー。日本でのプロデューサーは菊池和人。所属レーベルは a b e x ックス、エ a b e x スチャイナ。所属事務所は ABEX マネジメント。 2011年11月22日から2015年6月までは、に所属。2015年6月より、個人事務所の工作室に所属。2014年4月より、アークプロダクションとも業務提携。1987年7月25日、四川省関税チベット族自治州で、公務員の父と元歌手の母の間に生まれる。四方山に囲まれ、海抜。 約2500メートルの高所にある道州の州と皇帝で育つ。原石は、父の出生地である、道州丹とも県。チベット族である。チベット名はアーラン、立川タ卓カ立川タ,タ,タクメは日本語で、ガツの仙女の意。小学校は1992年に皇帝海民小学に入学、1997年に卒業。8歳から、ニコや歌を習い。 9歳でテレビドラマ太陽女神の巡主役に抜擢される。しかし女優の道には進まず1997年に10歳の時に国立視線音楽学院附属中学に入学し2個の専門訓練を受ける。2003年に16歳で北京にある中国国内芸術大学の最高峰中国人民解放軍芸術学院声楽科に飛び級にて入学し、 オペラやクラシック音楽などを学ぶ。同校の先輩には同じチベット族出身のハンホンがいる。2007年7月に同校を優秀な成績で卒業した。2005年に中国製文レコードよりアーランの名でインディーズ歌手としてカバーアルバム声声水女欄をリリースし5万枚を売り上げた。翌2006年に第9回上海アジア音楽祭に出演し、 二位に当たる銀賞を受賞した。2006年4月に ABEX がアジア進出に向け北京で開催した ABEX チャイナ新人発掘オーディションの最終日、軍服姿で2個演奏しながら歌を披露し、同社長の松浦正人や審査員の目を釘付けにした。オーディションで歌った歌は、アムロナミエの Never End と夏川リミのなだ d a 早々。ナダソーソー なだ早々では得意の2個を披露している。オーディション時に着用していた軍服は学校の制服であった。日本デビューの知らせは電話で受けたそうで、最初に両親に報告した。はじめは、音楽では、生活が不安定であるから大学卒業後は、軍の施設へ就職することを勧められ、歌手になることを反対されていたが、徐々に理解を深めてくれ、今では、 両親が一番の理解者だと述べている。エーベックスチャイナ新人発掘オーディションで審査員を務めた一人だった菊池和人がプロデューサーに決まる。菊池は浜崎あゆみ、河田久美、エブリーリトルシングラのサウンドプロデュースと並行して彼女のサウンドクリエイトを進めている。菊池はエーベックスチャイナ新人発掘オーディションでアランを審査した時の印象について まず衣装で驚いた。さらに、日本語で歌ったのに、中国人と思えないほど感情が込められていて、衝撃だったと述べている。2007年11月21日にシングル、明日への参加で、日本デビュー。作詞は、ドラマ、高校教師などの脚本家で知られる、野島真司が、スマップの、ライオンハート以来7年ぶりに詞を書き下ろした。作曲は、菊池和人。 サビの部分はチベット民謡独特の高音フェイクを駆使して歌い上げている。2008年3月5日には4曲入りのセカンドシングル一つをリリース。作詞は平原彩香、ジュピターの詩を手掛けた吉本由美、作曲は菊池和人。故郷の四川省で2008年5月12日に発生した四川大地震の復旧に向けた義援活動として、 チャリティーソング、幸せの鐘、愛をサムゼ主をわずか4日間でレコーディングし、日本、中国本土、香港、台湾、韓国にて急遽音楽配信、すべての配信収益を各地の赤十字社を通じ全額寄付する。2008年7月14日には、ジュディオング、ジャッキー・チェンラの呼びかけで行われた、チャリティコンサート、ハートエイド、視線にも出演している。 三国志の映像化を目指し100億円をかけて制作された映画レッドクリフパートアイの全世界主題歌に寄与される。映画前編となるレッドクリフパートアイが中国で7月10日から世界先行公開されるのに先立つ2008年6月20日、中国で EP 心レッドクリフを発売しメジャーデビュー。同作のレコーディングは北京にて行われ、これまでに 日本でシングルとしてリリースした楽曲の中国語バージョンを収録している。日本語バージョン、レッドクリフココロ、1000は A ネーション2008をはじめとするライブイベントで先行して披露され、リリースは後日の5ヶ月連続シングルの一環に位置づけられた。ニューヨークにいた坂本隆一が日本でのアランの活動をテレビの歌番組で見て興味を示しプロデュースの意向を表明。 2008年7月2日に、同志プロデュースによる、サードシングル、懐かしい未来、ロンニングフューチャーをリリースした。今作は NHK 地球エコプロジェクト、セーブザフューチャー2008のイメージソングであり、作詞は大貫きタ作曲は菊池和人。番組、セーブザフューチャー2008内では、坂本がアランに、戦場のメリークリスマスを弾いて聴かせるシーンや、 エコをテーマとしたグランドフィナーレで歌唱する姿が全国に放送された。また、このシングルはテーマであるエコの実践としてカーボンオフセット CD になっており、また、売り上げの一部がユニセフに寄付される仕組みになっている。同曲は2009年のセーブザ・フューチャー2009においても引き続きイメージソングとして起用されている。2008年夏、秋にかけては、 地球を構成する5大要素とされる、地、空、風、火、水をテーマに5ヶ月連続でシングルリリースが行われる。懐かしい未来、ロンニングフューチャーを第1弾とし、8月13日に第2弾のフォースシングル、空歌、9月10日に第3弾のフィ t フ h シングル、風の手紙をリリース。2008年10月15日には第4弾のシックスシングルとして、 レッドクリフ主題歌、レッドクリフ心、1000をリリース。同時期は、レッドクリフの世界公開とも重なり、PR 活動として、フランスカンヌをはじめ、各国にわたり歌唱する。2008年11月12日に、5ヶ月連続シングル最終章となる、セブンスシングル、恵みの雨をリリース。古内東古作詞による渾身の恋愛バラード。 2009年1月5日から放送の東海テレビ、制作、富士テレビ系列のドラマ、非婚同盟の主題歌、ィバティを担当。2009年2月4日に、シングル、群青の谷をリリース。視線昭和自身への義援金活動を行うアランに、感銘を受けた国庫が作詞と作曲を行い、アーティスト人生で、初めて他人に楽曲を提供したことで話題となった。 2009年3月4日には1枚目のアルバム Voice of Earth をリリースし、オリコン週間アルバムチャートでは最高順位15位を記録。J-POP の人気が高い台湾では Voice of Earth の輸出版が現地の販売チャートで中島美香に次いで2位になった。2009年4月公開の Red Cliff Part 2の主題歌も Part I に続き、アランが担当した。 中国語版の曲名は、赤壁、大江同居。日本語版は、クオンの川となり、2009年4月8日に、ナインスシングル、クオンの川としてリリース。オリコン週間シングルチャートでは最高順位3位を獲得。4月12日付のデイリーチャートでは、第1位に輝いた。共に、中国出身歌手として、フェイオンを抜く10年ぶりの最高記録であり、日本のみならず、 中国でも大きく報道された。2009年9月2日リリースのテンスシングル、バラード名もなき恋の歌は、同タイトルの映画、バラード名もなき恋の歌の主題歌として、クオンの川に続く2作品連続の映画主題歌起用となった。映画に出演している、草薙強し、荒垣結衣と共に、映画の PR を積極的に行っている。 続く2枚目のアルバムのリードシングルとして11月4日に発売されたスウェアはアラン本人の初出演テレビ CM となるブルボンブランチュールミニシリーズとのタイアップとしてリリースされこのため後日のワンマンライブは同社が冠スポンサーとなっているこれらのシングル曲を収録した2枚目のアルバムマイライフマイライフを2009年11月25日にリリース 音楽の幅をさらに広げた作品として、本人を表現し、自身も作詞、作曲に参加している。2010年1月には、名古屋、東京、大阪の3カ所でのワンマンライブ、アランファーストコンサート、ボイスオブユーマイナスを開催。また、東京公演に先駆けて2010年1月16日に行われたアランセカンドニューアルバム、 マイライフリリース記念ミニライブインタワーレコード渋谷は当日ニコニコ動画のニコニコ生放送による公式ライブストリーミングが行われ視聴者による数多くの好意的なコメントが寄せられた日本での活動の幅は確実に広がってきている4月7日にツイッターとアメーバナーを開始し4月12日に振動美白を始めた2010年4月に 香港や中国大陸で中国語のオリジナルミニアルバム、ラ色、ラブムーンライトが発売になり、中華圏での様々なメディアやイベントに出演し、香港ではサイン会が開催された。2010年4月25日に新的東方が中央人民元派ライオンの声のミュージックラジオオオートの声の中国大陸の最優秀賞に選ばれた。 2010年4月26日の北京でのラム職ラブムーンライトの発売記者会見では中時前回を通じて大見自身に自己負担で100万円を寄付したことが発表された2010年7月アランセカンドコンサートアランシンフォーニー2010を東京大阪で開催二千十年十月から十二月インターフム品川禁止クリニックプレゼンツプレストの レギュラーパーソナリティを務めた。二千十一年三月二日、ベストアルバム、ジャパンプレミアムベストをリリース。二千十一年七月、ジャパンプレミアムベスト&、モアライブ2011とアランファミリーミーティングを東京、大阪、名古屋で開催。二千十一年七月三十一日のライブ、ジャパンプレミアムベスト&、モアライブ2011を最後に活動拠点を中国に、 映すことが発表になり、2011年11月22日からは、に所属。2011年9月18日、舞いはやし大会に出演。2011年10月、時代劇、宮廷女貫弱朝日の主題歌、一年終着を歌う。2011年11月18日に、シングル、画界、大量リ,リリース。11月22日に、北京で、 発表会を開催。2012年4月1日、マイハヤシ大会に出演。2012年5月25日、ショートムービー、割れ的きそうめん女優に、主演女優として出演。2012年6月18日、アルバム、ラブソングをリリース。2012年10月1日から3日、ミュージカル、ス・キュインに出演。約5時間の水中撮影も行った。 2012年12月11日、金曲、で八つの賞を受賞2013年1月25日、音先棒2012で、先、演歌手を受賞。2013年4月13日、第一、届音、SV 棒年度聖典にて、第1年度、無気音な人を受賞。2013年5月、湖南英史の中国最強音に出演。 女性グループの最後の6人まで残る。2015年6月、所属事務所のとの契約が終了。個人事務所の工作室を立ち上げる。2017年10月21日、10月22日、日本のチャイナフェスティバル2017のメインゲストとして歌唱。アランはパブリシティでの愛と平和、地球環境保護といった神秘的なイメージ展開の一方でブログやインタビュー。 オフショットにおいては、天真爛漫な少女としての等身大の姿を見せており、自らネタジョークを頻繁に披露する。アランは、日本では高音フェイクで有名になったが、中国語圏では異なる展開でスタートした。アラン名義での中国語、ファーストシングル、心、レッド・クリフのタイトル曲には、チベット・フェイクが入っていない。また、マキッシシングルであるココロ、心、 レッド・クリフには、それまでに日本でリリースされたシングルからタイトル曲1曲、C、W 曲2曲が中国語歌詞で収録されているが、チベット・フェイクを使用している、明日への参加は収録されていない。2009年7月の新的東方リリースまでに中国で発売されたアランの曲は、すべてチベット・フェイクを使用しない曲であった。この理由として、明日への参加や、 懐かしい未来、ロンギングフューチャーを中国語版リリースのために温存しているのではなく、チベット問題の影響が原因であると推測する見解も囁かれていた。新的東方には、明日への参加の中国語版である、明日参加や、天女が収録されている。なお、中国語圏のチベット族女性歌手としては、半本がすでに絶大な人気を得ている。高音を生かした歌唱や、 チベットの民族音楽の要素を取り入れた楽曲など、アランと重なる部分も多く、今後のアランサイドの展開が注目されている。日本での活躍は中国にも伝わっており、本国でも期待の新人歌手として注目。すでにプリンターのエプソン、携帯電話のシャープの CM キャラクターに起用されている。エプソンは2008年10月に、男性歌手ギアシタとのデュエット曲、カユ。 UME を作り、積極的に宣伝を展開。中国内で影響力のあるファッション誌、全米でも人気を博している。コラボレーションシングルデジタルシングルオリジナルアルバムミニ、アルバムベストアルバムインディーズアルバムライブ映像その他、ハットアランさんのツイート、インスタグラムも始めました。ちょっと遅いかな ID、アランミューザックよろしくね。ありがとうございます。